それではトランザムナイト2000で後半戦を行ってみましょうか。後半はですね、こちらの金券ショップからシーズと準備を始めて出発するところですね。もうモスバーガーまでそんなに距離はありません。このポンティアックのあそこですね、シートベルトカバーがなんか泣けますね。シートベルトちょっと緩くなってて、しっかりパシッとね挟まらないんで、ちょっと今度調整しようと思います。でこうして街の道路行くと、ほら少ないでしょ、道路の交通量。うちの街ではこれがね、まあ平常時なんですよ。これ日曜日の今3時ですからね。しかもちなみに日曜日外出する機会が減ってる方が多いのかな。通行人もいらっしゃらないですしね。まあ、我がキッド君は悠々と走るのであったということでございます。まあ、まだ信号待ちしてますよね。ちょっと振り返りましたけども、今カメラが回ってるかなって確認したんですよね。もう少ししたらね、モスバーガーの方に到着するんですよ。これがおそらく多分最後の信号かな。画面の中央あたりに緑色の看板に、白い M の字が見えるんではないかなと思いますけども、どうですかね。今日はあそこに向かうということでございます。それにしてもね、今日は2つのね大きなニュースが私のところに来ました。それはですね、学校ですね。で2つ目がブラック企業です。1つ目の学校っていうのは、自分の子供がね学校が嫌いになって、もうかなり通学が難しいと。で親はねそれでいいんだよと、学校悪いんだからみたいなこと言ってたんですけども、私これちょっと違うなと思うんですよ。学校っていうのはいい学校悪い学校いろいろあると思うんですよ。お子様に合ったようなね学校とか、お子様に合わないようなとかね。でそれは親が見極めて、親がこの学校だったら大丈夫と、いい先生方もいらっしゃるし環境も整ってるしっていうふうにして、入学の手続き取ると思うんですよ。子供はだからできないですかね、そういうこと。そうなるとですね、いい学校を選ばなかった親に責任があるんじゃないかなってことなんですよ。それなのに、親はね自分がさも全然責任がないみたいな口ぶりで、原因は学校にあるっていうふうにしていきなり学校を悪者するわけですよね。じゃあその悪い学校をなんであなたは選んだんですかみたいな話題にはなかなかなっていかないんですよ。だからこれからだから自己肯定感の恐ろしさですよね。自分から起きている因果応報ってことではなくて、自分は悪いことしてないけども悪いことがわざわざ自分に関わってくれたみたいなね、そんな考えになるのかなと思います。どうこう言ってるうちにモスバーが着きましたね。到着です。ほら左手にありますよね。ちょっとドライブスルーがね、左の私のこのキッド君じゃできないんで、今引き上げてるとこですね。これもうねドライブスルーでかっこよく行きたかったんですけども、手で買いに行くことになりそうですね。まあでも美味しいハンバーガーが食べるんでしたらどちらでもいいんですけどもね。はい、振り返って、バックミラーを確認、バックを確認で大丈夫だなってことでエンジンを切る準備をしております。じゃあこれから出かけてね、モスバーガーの方で美味しいハンバーガー買ってくると思いますんで、ちょっとね待ちましょうか。